ブトゥキュレゲンは13世紀初頭にチンギスカンに仕えたイキレス部族長。チンギスカンの娘を妻としたことから馬と称し、ブトゥの子孫はモンゴル帝国大元ウルスにおいてイキレス馬王家として尊重された。原種などの漢文史料では、ハイハゲ、フト、フハゲ、フルカタ、ヒョウト、馬、バチト、馬、シュウシュなどのペルシア語史料では、と記される。 モンゴル時代の河北東下領。中央部四が、ブッド家の領地間州、ブッが属するイキレス部は、モンゴル部族と隕石関係にある、コンギラト部族から分派した部族で、ブツの家系もまたテム人にとって、古くからの陰族であった。州氏は、ブッガのクズの息子で、チンギスカンの母ホエルンの兄弟であると記している。同じモンゴル部族に属するジャダラン氏のジャムカと、 決別したテムジンは、モンゴル部族内の主導権を得るために、他の氏族、モンゴルと同盟していた部族を調略して参加に入れようとし、その一環として、イキレス部の部トゥにもジュルチデーを使者として派遣した。当時エルグネ川流域で遊牧していた部トは、テムジンからのジュルチデーを招き入れると羊を殺して、強するなど艦隊し、さらに、ジュルチデーが帰る時には疲労の溜まっていた馬に変えて、 自らの両馬を貸して、自らの行為を示した。死者の報告を聞いて喜んだテムジンは、自分の妹であるテムルンを、ブトに目合わせることでブット率いる、イキレス部族を味方に引き入れようとした。ブトは、テムルンとの婚姻に際して、相続のエブゲンレイラを、テムジンの下に派遣した。テムジンに、ブトが有する家畜の数を問われたエブゲンレイは馬30匹があり、 その半分をもって妻を迎え入れる例としたい答えると、テムジンは怒って、婚姻を結ぶのに財産を論じるとは、ほとんど商人のようなものではないか。個人は心を同じくするのは間に難しいと語ったものだが、チンが天下を取ろうとするにあたって、何時らイキレスの民が仏に従い忠義を尽くすならば、どうして、返礼の罪がいるだろうかと語り、テムルンを嫁がせた。 テムジン勢力の参加に入った後、ブトゥは、テムジンの征服戦争の多くで功績を挙げた。ジャムカが3万の兵を率いて攻めてきた時にはこれを報告し、対中と武兵帝にも協力した。内満部との決戦が行われた際にもブトゥはテムジンに召集され、イギレス兵を率いて参戦し功績を挙げた。内萬戦後、妻のテムルンが亡くなってしまったが、 テムジンは改めて自身の娘、コアジンベケを嫁がせて、隕石関係を保持した。テムジンが1206年、モンゴリアを平定して、チンギスカンとして即位すると、ブッツは生きれすぐ千人隊長に任ぜられた。ブッツは、モンゴル筆では、更新表の87位に記され、終始では、チンギスカン直属の左翼軍に属し3000人隊を束ねたことが記されている。 シンギスカンが金屋さえの遠征を開始すると、仏は、ジャライルブの国王ムカリの指揮下で参戦した。ムカリが、両政地方を征服したのに対し、仏は、両政地方を平定し、この時の功績によって、関州、異州を与えられている。この後の緊張進行でもイキレス部は、コンギラとウルートマングトと共にジャライルブの指揮下に入り、これらの五部族は、左手の五頭家と呼ばれる。 有力集団として知られるようになった。また、カカンフキ加官府、清州、曹州で反乱が起こると、漢人の王、と共に、モンゴル、関連合軍3000を率いて、これを鎮圧した。ブトゥは、チンギスカン万年の聖火園生にも従軍したが、チンギスカンの死去と前後して病没した。ブトゥには、フルダイとデレケイという二人の息子がおり、二人とも、 チンギスカン家との隕石関係を結び、オゴデカーンに仕えた。原始では同じくバ王家を形成した、コンギラトブのデイセチェン、オングトブのアラクシディギトクリと共に、末期118列伝後に立伝されている。マサクニ大長公子テムルン、イエスゲーバートルの娘で、マサタダタケオブトゥニとツぐマサクニ大長公子コアジン、ベキ、チンギスカンの娘で、 テムルンの死後その地位を継いでブットに嫁ぐマサクニ大長、公主イキレス、ブットの息子、デレケーに嫁ぐマサクニ大長公主チャブン、チンギスカンの娘で、イキレスの死後その地位を継いでデレケーに嫁ぐ、マサクニ大長公主アルトゥン、オコデーの息子クチの娘で、ブットの息子、マサタケテーオフルダイに嫁ぐ、ブルージン公主、クビライの娘で、デレケーの息子部下に嫁ぐマサクニ大長公主イエスンジン、 オコデーの息子、クチュの娘で、ブトゥの息子、マサタケテ王オフルダイに嫁ぐルルカン公主、デレケーの息子、ソゲドゥに嫁ぐ、ルルン公主、ルルカンの死後、その地位を継いでデレケーの息子、ソゲドゥに嫁ぐマサクニ大長公主バヤルーン、モンケカーンの娘で、ジャクルチンの息子、ショウタダノブオクリルに嫁ぐマサクニ大長公主ブラルキ、バヤルーンの死後、その地位を継いで、ショウタダノブオクリルに嫁ぐ、 ブヤンケルミシュ公主、ソゲトの息子、ブリルギデーにとつぐマサクニ大長公主イリクカヤ、テムルカーンの娘で、クリルの息子マサオ、アシクにとつぐマサクニ大長公主マイリ、モンケカーンの孫娘で、イリクカヤの死後にその地位を継いで、小王、アシクにとつぐマサクニ大長公主エルカヤ、アシクの息子マサオ、バラシリにとつぐマサクニ大長公主、ウルク、バラシリの息子マサオ、 シーラップドルジにとつく、ボチュールン講師、クリルの弟ソロンガにとつく。ありがとうございます。